こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハタコマです。はい、ということで、まあ、画像でね、始まると思った皆さん、残念、実写版ハタコマでございます。はい、ということで、まあ、久々にね、ちょっとビデオカメラを回しているんで、まあ、ちょっと緊張気味なんですけれども、まあ、久々にこうやって現実の世界にですね、私ハタコマも出ることができまして、まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、あのハトコマですね、こうやって見えて、まあ、筋トレをしてるわけじゃないですか。で、まあフィジークの体験目指してね、なんか減量なんかしちゃってさ、まあ、毎日ハッサハッサしてるわけですけれども、あ、ちなみにですね、この見づらい、この T シャツは、ドラゴンズレイヤーって書いてあるんですけど、これドラゴンの顔で、以前僕がですね、あのフレックスルイスの T シャツを買うって言ったの皆さん覚えてますか？それです、フレックスルイスのホームジム T シャツですね。まあ、ちょっとアップ気味でね、見にくかったら申し訳ないんですけれども、まあ、そのことなんでね、私は、まあ、いわゆる筋トレ初心者でございます。でまあ、ハトクマ的に、ね、まあ、筋トレ上級者って誰かっつったら、まあ、どんぐらいかっつったら、まあ、ロニー・コールマンで、中級者はフレックス・ルイス。そうだね、っていうことは、まあ、俺は初心者っていうよりももはやひよこ、うん、生まれたてのひよこみたいなものかもしれない、ひよこかもしれない。っていうことは、今からこの画面を俺がもしね、まあ、今日顔映ってないですけど、まあ、映すいませんけど、あのもし見たら俺は視聴者さんたち皆さんを親と思うかもしれない。まだまだね、まあ、ひよっこなハトグマなんですけど、まあ、私めちゃくちゃミーハーなもんで、まあ、いろんなね、まあ、サプリを飲んでます。まあ、筋トレといえばサプリですよ。筋トレといえばサプリ、基本的に買ったサプリ全部飲み切るんですけど、唯一1個だけ、これは飲み続けたらまずい、多分死ぬなって、多分ハトグマ死んじゃうなって思ったサプリが1つだけあるんで、今回はですね、まあ、タイトルにもあるんですけれども、筋トレ初心者がもう感じた、もう人生で一番危険なサプリを紹介したいというふうに思います。とその前にですね、まあ絶対に需要はないんですけど、今僕が飲んでるサプリを、使う何タイミングごとにちょっと紹介したいというふうに思います。一つ目がですね、こちら、エクステンド、そしてこれ見慣れない人多いんじゃないかな、エボジェンニュートリションのリプサイド IR っていう、まあ、ファットバーナー。ファットバーナーでいうと多分日本で有名なのはこれかな、ファインラボさんのファイナルバーン、まあ、こちらもね、まあ、めちゃくちゃ優秀らしいです。プレワーガード、これはね、うわ羨ましいっていう人いるんじゃないかな、いないか、こちらですね、ギャスパリニュートリション3点セットでございます。でまあ、スーパーパンプマックス、アナバイト、マルチビタミンですね。これが、まあ、NO 系サプリ合ってるよね。あの、僕より、ちょっと、あの、効能詳しい人いっぱいいると思うんで、あの、詳しいね、その、アルギニンがなんたらかんたらとか、そういうのは、あの、コメントの皆さんに任せます。はい、すいません。で、こちらがアミノマックス8000っていうね、なんかやつ。まあ、BCAA っていうか、アミノ酸で、だから、この中にクレアチンとか、あのね、アルギニンかなも入ってるんですよ。グルタミンも入ってて。アルギニンは入ってなかったわ。ごめんなさい。このね、3つを飲んでます。で、まあ、大体30分ぐらい前に、これ2スクープ、1スクープ、4錠ね、飲んでるんですけど、まあ、結構ギャスパリニュートリション、後でトレ中の飲み物も紹介するんですが、ギャスパリニュートリションはなんか、買いづらい、全然買えないみたいな動画でも、あの、ベイアンさんとかいろんな人たちが言ってたんですけど、全然、あの、僕はですね、そんなことなく買えてます。で、あの、どこで買ってるかは、後であの、URL っていうか、リンクをね、買っておきます。ちょっと2箇所から買ってるんですけど、まあ、なんかね、あの、貼るなよって言われたら消してます。ごめんなさい、その時は。あの、もしね、まあ、興味ある方は見てください。ちなみに、あの、このフレックスルイスの T シャツのリンクも一応貼っておきます。さあ、お次はですね、トレチューでございます。トレチューはま、いろいろあって、まずこちらですね、グライコフューズ。まあ、これもギャスパリニュートリション。まあ、いわゆる、マルドデキストリン。カーボでございます。炭水化物ですね。こちら、どこのかわかんないけど、クレアルカリ。まあ、クレアチンですね。クレアチン飲んでます。で、別にクレアルカリにした理由は特にないです。IAA でございます。でこのサイズゾーンに関しては、まあ、同じくデキストリンなんですけど、あの、まあ、プロテインが入ってたりとか、あとはね、なんかいろいろ入ってるんですよ。まあ、ギャスパリニュートリション、まあ、こう海外のメーカーはね、オリジナルブレンドっつってね、めっちゃ入ってるんです。これもサイズゾーンブレンドっつっていろいろ入ってるんで、英語が読めないから何入ってるのか分かんないんですけど、オプチマムのホエイ、100% ホエイでございます。で味は美味しいイチゴ味なんですけど、まあ発注ミスですね。僕ダブルリッチチョコ頼んだつもりが美味しいイチゴをですね、あのこれ2つ分頼んでました。タイトルにある通り、まあ、人生で一番ハトグマ唯一危険だと思って、まあ、飲むのやめたねサプリ、それがプラズマジェットでございます。まあ同じくギャスパリニュートリションから出ている、まあ、NO 系、まあ、錠剤サプリ、まあ、それがプラズマジェットです。ちょっと中身見せたいんだけど、これ未開封だからさ、ワンチャン売れんじゃねえかなと思って、あの開けてないんですけど、売りませんけどね。あの結果はですね、まあ、要は NO 系っていうのは拡張させて、まあ、パンパンにしてくれると。で、あの、まあ、これを飲むと、
これはあの NPCJ 坂部さんとかもブログでおっしゃってたんですけど、まあ、血管がねすごい浮き出る、血管がうわーって出ると、俺は全然出てないですけど、あの出るというふうに、まあ、書いてあって、まあ、確かにねめっちゃパンプはするんですよ。めっちゃパンプはする、スーパーパンプマックス、まあ、これも要は一緒なんですけど、用途としてはプレワークアウトなんでの比じゃないぐらい、まあ、パンプはするし、血管も、まあ、確かに普段より出てる気がする。だからすごくねその効果自体はあると思うんですよ。でまあこれ何書いてあるかってちょっとわかんないんですけど、英語読める方、よいしょよいしょ、英語がねもし読める方いたらこちらね、何が入ってるかを考えながら買ってないというね、あの致命的な欠陥がございますけれども、ただ何がやばかったかというと、これをね、まあ、4錠飲むんですね、まあ、4錠飲むんですけど、とにかく飲んだ直後、まあ、10分後ぐらいからから頭痛とね吐き気がやばくて、トレーニングしてないのに、トレーニングする前からずっと吐き気がやばい。大体さ、それはわかるよ、重たいのめちゃくちゃさ、ね、息止めながら上げたりしたらさ、それ頭も痛くなるし、あの気持ち悪くもなってくるさ。だからその前からもうストレッチしてる時から吐き気と頭痛がやばくて、でなんか鳥肌もねちょっと立ってきちゃったりするんですよね。これ何が怖いかって、まあ、すでにね製造がもうこのプラズマジェット自体は中止してるんで、もう今の在庫がなくなったらもう買えること買えないんですけど、二度と、まあ、それ自体でもちょっと怖いんだけど、何が怖いって5日以上で飲まないでくださいってまあ書いてあって、まあ、それももちろん守ってたんですけど、であとは1回の使用量だから、これで言うと4錠なんですけど、1回それをもし超えて飲んだらなんか医者に行ってくださいみたいなことが書いてあって、マジかって思って、まあ、それ時点でちょっとビビるじゃないですか。普通のサプリでさそんなこと書いてない、このスーパーパンプマックスですら24時間上げてねとか必要以上飲まないでねとか書いてあるけど、医者に行けとは書いてないんですよ。非常に怖い、まあ、錠剤のねプレワークアウトなんで、まあ、ちょっとそこも怖いんですけど、はい、ということでね、まあ、今回は僕が普段から常用しているサプリ、そして、自分でね飲んだ中で人生で一番危険だと思って飲むのをやめたサプリ、こちらプラズマジェットを紹介させていただきました。まあ、久々の実写動画だったんで、ちょっとあの見づらい部分とかなんか変な部分、まあ、普段の動画とちょっと違う部分いろいろあったと思いますけれども、まあ、これからもねちょっとこういう感じで実写動画撮っていきたいなというふうにもまあ思ってます。可愛いでしょこれ、ああもう可愛い。はい、ということで、まあ、今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャン。